はい、皆さんこんばんは、Bレジェンド鍵谷です。今日はですね、このじゃじゃん、Bレジェンドプロテインウォーターの紹介をしていきたいと思います。ですね、このプロテインウォーター、見ての通りペットボトルに入っておりまして、非常に持ち運びが便利です。で、僕はだいたいトレーニングの時にはね、もちろんパウダーでシェーカーの中に、Bレジェンドシェーカーの中に入れて持ってくることもあるんですけれども、まあこうシェイクしたりね、洗うのがもう面倒だなって思う時なんかは、もうこのプロテインウォーターをいつも持参しております。今日も今トレーニング終わったんですけれども、持参したプロテインウォーターをこれから飲もうと思います。で、味はですね、こちら、わかんないかな、どうすればいいのかな、わかんない、うまく映んない、ブラッドオレンジでございます。ブラッドオレンジ風味ね、非常に美味しいです。もうビレジェンドシリーズは美味しいのはもう鉄板ですね。そして中に入っているタンパク質量はだいたい20から 21g ぐらい、これで取れます。そして脂質に関しましては、もうほぼほぼゼロです。まあ表示はね、ゼロってなってるんですけれども、 0.0 いくらだったかな、 0.00 いくらかなので、もう表示としてはゼロになります。で、あと炭水化物ももう 1g 程度しか入っておりませんので、この後ろの表示がね、 100ml あたりの表示になってるんで、タンパク質が、わかるかな、 100ml あたりの表示になってるので、タンパク質が33、じゃあごめんなさい、エネルギーが 33kcal、 タンパク質 7.5、 脂質が0で、炭水化物が 0.62 かなってなってるんですけれども、これが 280ml なので、まあ、その 2.8 倍してもらうといいと思うんですけれども、でタンパク質は 20g 程度取れます。で、炭水化物もほぼほぼないです。普通の B レジェンドの WPC のね、シリーズよりも脂質、ごめんなさい、脂質はもうほぼないですし、炭水化物もかなり少なく、抑えられております。で、持ち運びも便利ということですので、ぜひ、皆さんおすすめします。で、僕もね、だいたいこれはもう箱で買っておいて、カバンの中とかにね、だいたい入ってます。で、会社にも置いてあるし、もういつでもね、こうパッと手に取って飲めるように、Bレジェンドささみとともにですね、常備食として常に持ち歩いております。はい、でちょっと飲んでみたいと思います、ね、いやー嬉しいね、うまい、いつもながらうまいでございます。はいね、でこのプロテインウォーターの中に入っている、プロテインのタンパク質のプロテインの種類は WPI を使っているのでね、だからそれだけ脂質と炭水化物を少なく抑えることができています。で、どうしてもこのペットボトルの中に入れる加工であったりとか、製法の部分でね、なかなか難しいので、普通のプロテインみたいな値段にはなってないんですけれども、ね、箱で、一箱で、6980円かな、だいたい1本で300円ぐらいになるんですけれども、ですが、やはりこう持ち運びをね、考えたり、まあ、いつでもこうパッとね、飲めるということを考えると、まあいつもこれじゃなくても構わないんですけれども、やっぱりいざという時のために持っておいてもらうのはいいかなと思います。うん、美味しいですね。で、この、WPI ですね、ここに入っている WPI の特徴で、飲んだことのある方は分かると思うんですけども、ちょっとこう口の中でこのギシギシ感、なんていうの、なんかギシギシ感、多分飲んだ人は分かると思うんですけど、があります。ありますが、まあ、特に問題はないです。もうただこの、ここに入ってる B レジェンドプロテインウォーターに入ってる WPI の種類がどうしてもこう口の中でね、そういう感じが最後に残ります。ですが、まあ、味と携帯性、とタンパク質の含有量、そして脂質や炭水化物の少なさということを加味してもらうと、もうね、まあ、唯一挙げるならば、そこのちょっと口の中のギシギシ感と、まあ、値段がね、他より少し高いっていうところのデメリットくらいです。ですので、ぜひこの B レジェンドプロテインウォーターをですね、皆さん、一箱持っといてもらって、いざという時用に、備えてください。ということで、今回は B レジェンドプロテインウォーターの紹介でした。